はい、こんにちは。今回桃の剪定やっていきたいと思います。プロの方紹介してもらいたいと思います。名前は丹沢さんです。丹沢です、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまず早速桃の剪定する前に剪定するにあたっての、この心構え、覚えておきたいことっていうのをちょっと教えていただきたいと思います。じゃあ丹沢さん、お願いできますか。あ、分かりました。はい、桃を取るのに、まあ、一番大事なのは、たくさんいいものを取りたいというふうに思います。いいものを取るには、樹勢のコントロールが、重要じゃないかなって僕はいつも思ってやってます。流れとしてはどういった流れでやっていく感じですかね。そうですね、木を、後ろにバックに木があるんですけど、木の枝を見て枝の伸び方がどうだったかっていうのを、見るんですけども、その枝の伸び方で、去年の施肥量がどうだったかのかとか、剪定量が強かったのか弱かったのか、着火量が多かったのか少なかったのか、それが結果として、適正樹勢になっているかどうか、そこが多分一番大事だと思うので、それに合わせて今年の切り方を決めたいなと思っています。全体を見て切れると枝があるかないかなとか、そうですね、見て、で、残り木で大雑把に切ってのをハサミで切っていくっていう。そうですね、残り木で切る時にこう気をつけなきゃいけないところってどんなことですかね。思い切りよく切った方がいいですね。これはダメだなっていう枝はもうどんどん元から抜いた方がいいと思います。もう迷ったら切っちゃうっていう感じで、はい、太枝を切る時に上から切っていくと、木の枝の重さで避けてくるんですよね。避けてしまわないように裏を一回当ててから、当てた外側にノコを入れてこうポキンと折れるように、サケが中まで食い込まないようにするっていうのがその裏を当てるっていうことですね。ブランチカラーに当てないようになるべくスレスレに切るっていう、そういう切り方ですね。一概に融合が良くなるっていうことなんですけども、そういうふうにやってます。枝に対して直角に切れば円になりますよね。楕円形にならないから、斜めに切ると楕円形になってしまうと、丸になるところ楕円になる中間、切ればちょっと楕円になるんですけども、そういった意味で切り口が小さくなる、切り口がいいっていうことですね。そうするともう枯れ込みとかそういったのも少なく融合が進みやすいっていう。ハサミで切っていくにあたってどういったことを注意した方がいいですかね。ノコギリでかなり思い切り枝を抜いてしまうので、残った枝は極力残したいっていうふうに思います。なのでノコギリの場合は迷ったら切るんですけども、ハサミで切る場合は、迷ったら切らない。この枝いらねえかな、この枝どうかなと思って迷ってしまった時はなるべく切らないようにしてあげるっていうのが一番。逆なんですね、ノコギリとね。強い枝は弱く、弱い枝は強くなんですけど、新生の伸び方で果実の品質がすごくばらつきが出てしまうので、全部の枝が同じ長さに伸びてくれれば、なった実も揃うっていう、そういう考え方ですね。なので弱い枝は、枝の伸びが弱い枝は切り詰めてあげて、新生の伸びを促してあげる。逆によく伸びてる枝はあまり切らない、間引き主体にしてあげて、次に出てくる枝が穏やかになるよ。だから弱い枝は強く切って、強い枝は弱く切る、そういう意味合いです。具体的に言えば、弱い枝は切り返しが主体になると思います。で、強い枝については間引きが主体になると、最終的には枝の伸びが一定になる。どの枝も、高いところの枝も低いところの枝も、枝の身長が同じ長さになるように、そこを目標にしていくっていうことで、ハサミで切るときに、なんかこうある程度パターン化されてきてるってお伺いしたんですけれども、パターン、1なんですけども、種子や種子の先端ですね、は多分こういう形状になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、長い枝が3本、2本なり3本伸びて、その後は単花子が多いというような状態ですね。こういうもう枝はもう切り方決まってまして、真ん中もしくはその中で一番よく伸びてる枝を、残して、あとは単花子ばっかりすると。単花子の間隔は偶間隔、桃の大きさがだいたい自分の拳ぐらいの大きさになると思うんで、その単花子につけた時に、ぶつからないように偶間隔になるように、偶よりちょっと狭めかなにはするようにします。で、先刈りをするとかしないとかももちろんあると思うんですけども、3本出て欲しかったら先刈りをします。で、3本出て、伸ばしたくなければ先刈りしないという形にしたいと思います。これ全部の枝に対して先刈りをするかしないかっていうことです。そうですね、必要、先刈りできない枝もあるんで、先刈りできないくらい樹勢が落ちてる場合は切り戻しをかけるんですけども、大体は、
3本出したいな、日当たりがいいところでよく枝を伸ばしたいという、うんうん、あの木を樹幹拡大をしたいということであれば先刈りをして、まあ、目の向きを見ながらですけども、うん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 、先刈りをして、まあ、3本出るように促すという形ですね。で、2つ目ですね。2つ目ですね。これはね、先刈りしないで、まあ、実がなってこう枝が下垂しちゃうときってあるんですよね、うん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 、で下垂したときに、まあ、A のところで切り返しをかけて、うんうん、まあ、水平になるところで枝をまっすぐ伸ばすっていうのが定石だと思うんですけども、これちょっと切りすぎになってしまうんですよね、うんうん、まあ、ここの、A より先端の枝が長く伸びてるんであれば、うん、来年までもう1年この状態で枝を使ってから切った方が樹勢が強くなりすぎなくていいんじゃないかなっていうことです。なので A で切り返すのは来年と、うんうん、1年もう1年使ってから A のところで切り返しかけたい、うんうん、このように思います、ね、じゃあこの、今年はこの下垂しているところで、まあ、実を取るだけ取っての、そうですね、来年こっちに樹齢を切り替えるってことですね。そうですね、まあ、そんな形ですね。なるほど、はい、短歌詞ばっかりになっちゃったよっていう場合なんですけど、短歌詞ばっかりになっちゃったらもう先刈りもヘッド刈りもないんで、まあ、3分の1くらいを落とすと、まあ、3分の2残して、まあ、こう切り詰めるんですけども、うんうんうん、まあ、ここに切り返してあげればまた超過詞が出てきますので、超過詞が出ればパターン1に戻ると。あ、なるほど、まあ、3分の1落とすもいいし、うんうんうん、半分まで詰めるのもいいと思うんですけども、うんうんうん、まあ、これはその状況を見ながら、うんうんうん、あの切り替え、あの使い分けていきたいなと思います。なるほど、はい、まあ、こうやって3パターンに分かれて選定するっていうことなんですけれども、短い枝短過詞と長い枝超過詞、なんでこの短い枝ばかりじゃいけないのか、その辺教えてもらえますかね。ああ、まあ、長い枝が出るのは若い木だと思うんですよね。樹齢が若い木、樹齢の若い木っていうのはまだこれから木をどんどん大きくしていきたいって、まあ、長い枝で樹幹拡大をすると。もちろん長い超過枝でもあの実を上手につければいいものをたくさん取れますので、実を取りながら木を大きくすること可能ですけども、短過詞は実を取っちゃいっていう人もいたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、作業性がいいのはやっぱ超過枝ですよね。摘花とか摘来するときに上だけサラサラっとこう撫でれば、あ、なるほどね、超過枝は楽なんですよね。なるほど、短過枝たくさん本数があるからこう作業がたくさんになって、ちっちゃい枝をこまこまこう触らなきゃならないので、それすごくめんどくさいと思う。そうかそうか、だからみんな長めの枝をたくさんこう置いてあげてやるっていうそういう方もありますけどね。あ、なるほど、ありがとうございます。こういった心構えを踏まえた上で実際にじゃあ、次回の動画で実際選定していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、どうもです。はい。